スモスモスモス、あれなんでこの曲歌ってんだ。あ、スモ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 ス、そっか、そういうことか。俺引っ越したかったんだ。住まい探しはスーモ、物件数ナンバーワン、リクルート。スモ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 、あれなんでこの曲歌ってんだ。なんでですかね。あ、すいません。あ、そっか。スーモ、そういうことか。俺引っ越したかったんだ。住まい探しはスーモ、物件数ナンバーワン、まだここにない出会い、リクルート。今時天候待ちとか天候狙いとかないのに、その朝日ちゃんと天候狙いで行って、その時間だけ朝日が雲の間から出て、終わったらペッていなくなって、一本の映画を撮ったような、なんかこうスカッとした気分でしたね。スタート。スモ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 ス、はい、カットでーす。素晴らしいです。白トップ歌声がいいね難しいですね。俺歌上手くないし、なんかもう朝一でなんか下手な、それがまたいいなと思いながらなんか65点ぐらいな感じで歌って、いいなと思いながら歌ってました。スタート。僕犬に全く興味がないので、人生で全く触れてきてないので、まあ、気合で抱いてますけど、もうずっと生き物って僕はこの色をしてる物体ばっかり慣れ親しんでるもんですからでも全然違和感なく。あ、そうですか。はい、うん、まあ、すごいいい子でした。あ、そうですか。はい。よー、スタート。妖怪のような、可愛らしいようなみたいな、これに触れられて、すごい記念になりましたけど。うん、いや、いい、大丈夫、大丈夫。はい、はい。行きまーす。よーい。スタート。木のようなもので引っ越しにプッと行けるような見方をしてもらえたらなと思う。この子がいて、それと出会って、うわー、引っ越しよっていうことで、勢いで押してるっていう。スーモ。俺引っ越したかったんだ。あ、スーモ、私たち引っ越しするよ。はい、カット。ありがとうございます。確認します。これまでスーモをご利用されたことは、はい、はい、僕スマホに入ってますね、もう5年ぐらい前から。で、いろいろ条件つけてみて、うん、そのうちにそのそこ絶対住まないんだけど、内観が良くて、その写真だけずっと見て、で間取り見て、はぁーとか言いながら、これこうなんだとか、引っ越し終わった後もたまに見たりとか、うん、友達が引っ越すっていう状況で、全然僕とは違う条件を入れたらここら辺出てくるんだなとか、おーとか、面白いですね、単純に。物件見てるのって面白いんで、うん。あっ、スモ、私たち引っ越しするよ。理想のお住まいとか、なんかイメージあるんですか？外をですね、見たいんですよ。うん、だから窓だらけが好きなんです。僕は日差しがいっぱい入って、もう焼けちゃうんじゃないかっていうぐらい太陽に焼かれる部屋が好きです。